串淵一ち1 2月5日から1964年9月20日は日本の陸軍軍人。第34軍司令官、第28師団長、軍馬補充部本部長等を歴任し、階級は陸軍中上校3級に至る。串淵ぶちの千の字は金編に千の字をつけた文字。串淵信秀の部の長男として東京に生まれ、東京府立、 第3中学校で学び、陸軍士官学校に進学する。1912年5月に卒業し、同年12月、陸軍機兵将尉に任官され、騎兵第19、連隊府を命ぜられる。士官候補生、第24期の同期には、第35軍司令官、鈴木隆作大将、第44軍司令官本郷義父中将や、港方軍総参謀長、 沼田武造中将らがいる。1915年12月、騎兵中尉に進級し、1918年12月11日、陸軍大学校に入校。1921年7月、騎兵隊進級を経て、同年11月28日、陸軍大学校を卒業する。1922年12月、陸軍省軍務局付勤務を命ぜられ、 翌年8月から陸軍省軍務局会員となる。1925年9月からイギリス駐在を命ぜられ、1927年12月、騎兵少佐に進級する。1928年3月、イギリス大使館府武官補佐官を命ぜられる。同年12月再び陸軍省軍務局会員となり、1929年3月16日から、 白川義則陸軍大臣の秘書官を務める。同年7月2日、陸軍大臣が、宇垣一世大将に代わり、1931年には、南二郎、荒木貞夫と変わるが引き続き秘書官を務める。この間、1931年8月に、騎兵中佐へ進級している。1932年6月27日、茅宮常の両夫部官を命ぜられる。 1934年3月から、常の利用の欧米出張につき従う。同年9月に帰国し、同12月、騎兵、第2連隊長を命ぜられる。1935年8月、騎兵大佐に進み、1937年8月2日、陸軍省高級副官を命ぜられる。高級副官というのは、俗称で正しくは、 大臣官房副官であったが、副官は同時期に複数任命されることから再選任副官のことを高級副官と俗称していた。1938年7月、第一軍参謀副長を命ぜられ、同年7月の陸軍少将進級の後、同年11月から第一軍参謀長に進む。1940年3月から農林省馬政局次長を務め、 1941年3月、陸軍省の外局である軍馬補充部本部長に就任する。同年8月、陸軍中将に進級し、10月に留守第3、師団長に任じられる。1943年3月から第28、師団長に移り、1945年1月から第34軍司令官に就任する。終戦後シベリアに抑留され、 1950年4月17日、引上げ船で、舞鶴に寄港し復員する。串縁の乗った引上げ船、あゆまるには、第30軍司令官だった、飯田章二郎中将外陸軍将官32名、海軍将官8名を含むおよそ1600名が、乗船していた。1964年9月20日制挙。ありがとうございます。